ありがとうございます。皆様こんばんは。今日のオールディーズスペシャルメンバー、メリル&バニラチョコでございます。しばらくの間よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。早速1曲目お届けいたしました。1968年ロネッツのナンバーで Be My Baby。 さあ続きましての曲はコニー・フランシスの曲で有名ですね、カラーに口紅。参りましょう。それではですね、続きましての曲を私歌わせていただきます。ダスティ・スプリングフィールドさんの曲で I only wanna be with you、 2人だけのデート。
でございます。続きましてはですね、昭和歌謡の曲をねお楽しみいただきたいなと思います。いろいろありますよね。美空ひばりさん、それからザ・ピーナッツ、それから千秋直美さんだとか、古い方では田代美代子さんだとかありますけど、今日はですね真由積潤さんの曲をお届けしたい。真由積潤さんを知らないっていう人いますか？いますよね。知ってるって人いますか？はい。マイジェネレーション、同じジェネレーションでございます。リアルタイムで知ってるかもしれない。じゃあ参りましょう。天使の誘惑、歌ってください。I'm not
の天使の誘惑をお届けいたしました。お次の曲はまたまた愛さんにお願いしたいと思うんですけれども、愛さんと私の年齢だ、素敵な16歳、そんなことはない、そんなことは大嘘だ、あまりにもひどいみたいな感じ。16歳の気分になって歌いましょう。さすがはい、ありがとうございます。それではですね、ニール・セダカさんの曲でハッピーバースデースイート16、素敵な16歳歌わせていただきます。サンダララ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 、ハッピーバースデースイート16、thank you.
よいよお別れの時間になってしまいました。こちらのステージの方もこれで終了させていただきます。本当に皆様どうもありがとうございました。皆様お元気でお過ごしください。 Thank you。 Don't just do the truth and truth。
明日お休み。ああ、ありがとうございます。じゃあアンコールのね、嬉しいお声をいただきましたので、もう一曲だけお送りしたいなと思います。皆さんご存知のスタンダードナンバーでございます。先ほどどなたかのね、素敵な声で歌っていたその曲をもう一回やろうかな。上を向いてやろうか。一緒に歌ってください。気をつけてお帰りください。今日は大変ありがとうございました。